株式会社松本義製作所は愛知県小牧市に本社を置く企業。創業者は松本豊次豊次は1881年に愛知県東春日ガ郡靴掛け村の村長の息子として生まれたという。1898年、豊次が17歳の時に病気により右大大切断手術を受けた。右足を失った息子に父親は、 米国製の義足を与えたものの、これは日本人の体系に合わず、これをきっかけに豊治は義足の研究を進めることになる。徹底的に理想の義足を求める豊治の研究姿勢は、後に技術の松本として評される松本義手製作所に引き継がれていくことになる。1905年、名古屋市片橋町において、松本義手義足製作所として創業するに至った。 1921年に松本義主義足製造法師会社として法人化。1960年に本社を東区飯田町三丁目に移したことを機に株式会社松本義手製作所と改祖している。豊治は1943年に社長業をいとこにあたる松本武氏に譲っている。二代目の部は名古屋大学病院をはじめとして各地の病院に 積極的な営業を行った。三代目社長は部の長男である工事が次会社の近代化を進めた。ありがとうございます。